ベトナム戦争中、ハイズオン省で航空阻止攻撃を遂行する a 7ル、e、セアツ2攻撃機。橋力は航空阻止の重要な目標の一つである航空阻止は航空機によって行われる阻止攻撃。後方連絡船上の敵部隊、物資の地帯、妨害、撃破を目的とする航空作戦であり、アメリカ空軍は敵の地上にある潜在的能力が 友軍に対して効果的に使用される前に、そらす、妨害する、遅らせる、または破壊する行動と定義している。また最前線の背後で行われるものを、特に戦場航空阻止と称する。北、大西洋条約機構のドクトリンでは、AI とバイオを併置した上で、バイと近接航空支援とを合わせて、構成航空支援と分類している。主に攻撃機によって、洋上においては、 敵艦艇を攻撃して敵を撃破し、また着上陸した敵に対しては、広報連絡船、資材集積所、橋、トンネルなどの交通拠点を攻撃して、進行部隊の広報支援を破壊することにより、前線の敵部隊の戦闘力を弱体化させる作戦を言う。競技の戦術爆撃が戦線に配備された戦闘部隊、戦闘支援部隊を、 直接的に攻撃して、陸戦における自軍の戦闘行動を援護するものであるのに対して、航空阻止は前線背後の連絡船を攻撃することによって、敵の戦闘力を弱体化させる気と思った作戦である。具体的な攻撃目標としては、武器弾薬や燃料の集積地、鉄道、道路、飛行場、また前線へ行き来する増援部隊や輸送部隊である。 アメリカ空軍では伝統的にこの分野が重視され、第二次世界大戦においてもドイツ軍の戦闘力を弱体化することによって、戦闘を有利に運ぶことが可能となった。戦闘機と反中付けされた機体としては、初めて航空阻止のために開発されたのが F-105 サンダーチーフであり、この任務に特化することをうたった例としては、トーネード IDS 戦闘爆撃機が挙げられる。 ありがとうございます。